編集チャンネル。岸子610円。大学3年の夏からカナダに大学の交換留学で行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。目的はフランス語の取得と経営学などの専門です。周りが就活を始める時期なので不安です。就活を少し出遅れて交換留学に行くメリットと、就活を大学3年の夏から始めるメリット、どっちが大きいと思いますか？なるほどね。これに関しては、結論僕ちょっとマジでわかんないです。申し訳ないんですけど、就活のプロじゃないんで、こういうなんか時期でどの時期から始めるといいとかそういうのは、それこそ内定チャンネルの熊谷さんとかに聞いてほしいですね。ちょっとこれはね、僕もなんか別に就活は覚えてないんですよ。申し訳ないです。はい。あとはそのメリットどっちが大きいですかっていう質問って頭悪いんで、もう少しね、具体的に目的が何で、その目的に対してどっちの方がうまくいくでしょうかとか、成功確率が高いでしょうかとか、もう少し質問具体的にやんないと。メリットってなんだよって話じゃん。自分が言語ができないから適当になんかメリットって言葉でなんか察してみたいな、そういう感じじゃん。察しねえよって話じゃん。もっとちゃんと言語化してから出直してきてください。パン87。ストック算で月収100万円稼げますか？仕事内容は問いません。私は高卒。全部読んでないけど、パンさんには無理ですね。すいません。この質問が無理な人です。お疲れ様でした。また200円で。25歳 F ラン工場。転職のアドバイス。お願い。無理。リッチマン250円。株元はアムウェイについてどう思いますか？どうも思わないですよ。なんかこういう質問する人って、自分がうまく言えないから、他の人に自分が嫌いなものをディスってもらえてちょっと満足しようみたいな、すごいこう人間として醜い一面を SNS でさらけ出してる感じが気持ち悪って思っちゃうんですよね。なんか自分が知らないよ、でも多分嫌いなんでしょ、アムウェイが。嫉妬なのか神父に被害に遭ったのかわかんないですけど、嫌いなんだったら嫌いっていうのを自分で表現しなさいよ。わざわざなんか俺に言ったところでさ、俺は関わったことないんだからわかんない。そういうなんか人としてちっちゃな部分みたいなのを、たとえ SNS だろうが出してる以上は絶対ね、凡人以下で終わるんですよ。もう周りの人ってそういうのね、敏感に感じるんですよ。こいつキモいなって。そうなんないように、まずは SNS からね、真っ当になった方がいいですよ。もうこの一行で僕はもうリッチマンっていう人は気持ち悪いなってやっぱ思っちゃうんですよ。出た、フローラ250。私はトイック795で止まりました。株元は何か資格とか取りましたか？取るわけねえだろ。うんぴっぴ22卒理系。結論、年収1000万目指したい。大手に内定はいただけたら平均年収500万ほど。副業でプラス500稼ぐか、1000稼げる本業に転職できるように努力するか、どちらの方が再現があると思いますか？再現性っていうのは可能性だ。どっちだろうね。まあ、副業ってむずいからね、普通に。副業ってさ、本業のさ、5分の1ぐらいの時間しか取れないわけじゃん。1日8時間仮に本業があるとしたらさ、2時間もきついでしょ、1日2時間副業って。だから2時間で4分の1ほどかね。でさ、4分の1でさ、500万稼げるってことはさ、逆に言うとそれ本業にしたらさ、2000万稼げるって計算になるじゃん。ってことは、もう一刻も早く副業にフルコミットしてそれを本業にした方がいいよねっていう話なんですよ。わかりますか？だからまず副業でプラス500万稼ぐなんてそんな簡単じゃないよっていう、やれるもんならやってみるよっていう感じ。1000万稼げる本業って、要は1000万円の平均年収稼げるところに転職したいわけでしょ。だったら今した方がいいんじゃない？今1000万稼げる企業に入れなかったのに、なぜ転職で入れるようになると思うのかって。死ぬほど頑張るからですか？今こっから入る企業に死ぬほど頑張って、でも年功序列なんですよね。ってことは別に出世とかそんなないわけですよね。じゃあ経験も大して積めないじゃないですか。じゃあ1000万稼ぐ企業に転職できる経験なんて多分積めないんじゃないですか。ってことはジ・エンドです。お疲れ様でした。佐吉500円。何をするにも楽したい。最小限の努力しかしたくないという怠け気質があります。社会で耐えられるか不安です。今のところコンサル内定はありますが、数年続けてる自信やビジョンがありません。じゃあ無理なんじゃないですか。学生までだったら誰かが叱ってくれてちゃんとやれって言ってますけど、社会人になったら、いや自信ないんですよとか言ってたら、あそうですか、じゃあそのまま死んでください、以上です。これが社会です。お疲れ様でした。別にあなたに誰も興味ないですからね。あなたがどこまで落ちようが。リッチマン250円。先ほどは貴重なご意見ありがとうございました。株元さんは、あこれアムウェイの人か、一等物の不動産投資についてはどう思われますか？これはもしボケだったとしたらなかなかおもろいですね。さっきだからアムウェイの質問した時に、気持ち悪いなお前つって言って、貴重なご意見ありがとうございましたつって、不動産投資についてはどう思いますかって、また質問してるわけですもんね。逆線高いっすよ。意外とそういう笑いが好きですけどね。もうええわ。どうもありがとうございましたってやつですね、これ。
アラフナ610円、26歳公務員、営業として内定をいただきましたが、26歳ベンチャー入社、年齢的に遅すぎますか？遅くないです。もうこんなの俺に聞いてる時点でチンカスだけどな、正直。なんかもうこれを質問してるのがもう小物すぎるわ。やめた方がいいよベンチャー、こんな小物が生きていける世界じゃないわ。気持ち悪いわ。まだ僕って遅くないですかね。気持ち悪いわ。一刻も早くそのめめしいなんか精神性みたいな叩き直した方がいいよ、重いから。なぎさん、幼少期から性格悪かったですか？変わらずですよ、こんな性格ですよ。性格悪いっすか？僕性格悪いかな。でもさ、もしさ逆になぎさんが仮に YouTube やってたとして、毎日毎日キモいだなんだとかブスだなんだとかコメントで来るわけですよ。それなぎさん性格もし良かったらどういう回答するんですか？そんなことないよ、あんまり意地悪なこと言わないでみたいな感じで、相手を攻撃せずひたすら受け流すみたいな感じですかね。それが性格いいってことなんでしょう。それとも、いや、こんなコメント欄にこんなこと書いてる時点で時給がどうたらこうたらでっつって面白く楽しんでる僕は性格悪いんでしょうか。自分が想像つかないことだったりとか何考えてるか分かんないとか、そういう人って性格悪いって見えるんですよ。でも性格悪いんじゃなくて IQ の差が開きすぎてるだけなんですよ、それって。だから性格悪いって言葉で形容するしかないんですよ、自分の中での言語化というか表現できる方法が。でも実際性格にいいも悪いもないんですよ。わかります？傲慢とかそういうなんかネガティブな言葉ありますよ、性格を表現する言葉で。でも性格に悪いもいいもないんですよ。いいところもある、悪いところもあるんですから。ってことは性格いい悪いで判断なんて無理なんですよ。なぎさんは何言ってるか分かんないかもしれないですけど、だから普段からもうね、性格いい悪いとかそんな議論ですら、議論の深さというかね、もう全然違うんですよ、なぎさんの見てる世界と僕らが普段議論するような会話。なんか絶対話って合わないんですよ、わかります？絶対話合わない。僕らがファミレスでドリンクバーで対面で会って、多分話したらなぎさんは何言ってるか分かんないってなるんですよ。でもこっちも何言ってるか分かんないというか、もう分かるんだけど、あっさキモってなるんですよ。でなぎさんはなんか理屈っぽいから何言ってるか分かんない、なんか言い訳ばっかだよねとかっていう、その理解できないから性格悪いみたいな感じで、とりあえず自己防衛のために浅い表現で攻撃してくるわけです。でもこっちは浅い人にそんな言われても、つまりどういうことって聞いてるだけなんですけど、そういうことなんです。でもなぎさんはいい人だと思う。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。